尿漏れ、あなたは大丈夫ですか？こんにちは、腹持ち接骨院久松です。今回は1日90秒で OK 尿漏れ予防セルフケアということでお話しいたします。尿漏れね、結構おこもれな方いらっしゃると思います。最近私もそういう相談を受けております。今回はその尿漏れの対策について簡単な方法がありますのでご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは毎日90秒のセルフケアをやって尿漏れさよならできるようになるはずです。ではお話しいたします。尿漏れというのは骨盤底筋という筋肉の筋力低下で起こります。骨盤底筋、こういう筋肉です。そして、この尿漏れの対策なんですけど、骨盤底筋の筋力低下で起こるので骨盤底筋の強化をしましょう。だどのように骨盤底筋を強化していくか、それはいわゆるうんこ座りというやつなんです。うんこ座りをしてそれに一工夫することで骨盤底筋を鍛えていくことができます。ではそういうやり方をお教えしますね。骨盤底筋を鍛えるにはいわゆるこのうんこ座りという姿勢がいいです。ただうんこ座りをしてもこれ下を向いてちゃ意味がないです。うんこ座りをして上を見る、上を見た状態、上を見るだけではまだ足りないんですよ。上を見た状態であなたの肛門を締めて上に引き上げてください。姿勢を良くするときと同じ、肛門を締めて上に引き上げる。これを30秒キープしてください。うんこ座りして上を見て肛門を締めてあげる、これを30秒キープするだけです。やってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30というこういう形です。これを朝昼晩で1日3回やりましょう。これをやることで骨盤底筋が鍛えられて尿漏れを予防していくことができます。ただね、膝が悪い方、足首が硬い方なんかはうんこ座りができないっていう場合があると思うんですよね。そういった方は椅子に捕まるとか何か物に捕まって、しゃがんであなたができる範囲でやって、上を見て肛門を締めて引き上げるのを30秒やるという形でも OK です。必ずしもね、もうこの状態うんこ座りがしなきゃいけないってわけじゃないので、何かに捕まりながらでもいいので尿漏れ防止のために骨盤底筋鍛えることをやってみてください。ということで今回の話もう一度復習すると、尿漏れ、骨盤底筋という筋肉の筋力低下で起こります。対策はこの骨盤底筋を強化していくこと。骨盤底筋を強化していくにはうんこ座りが有効です。うんこ座りをして上を見て肛門を締めて上に引き上げる、これを30秒朝昼晩とやりましょう。そして膝が悪かったりね、足首が硬かったりする場合は何か物に捕まってもいいです。物に捕まった状態でいけるところまでうんこ座りして上を見て肛門を上に引き上げるのを30秒1日3回やって尿漏れ防止するように頑張ってみましょう。今回の動画は以上になります。今回の動画、あなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また、質問やコメントは、下のコメント欄からお願いいたします。
そうしてライブ配信のお知らせです。私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストと、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、あなたが夜ぐっすり眠れるように遠隔整体までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画をご覧のあなたが、尿漏れだけでなく自律神経の症状、その他の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合は、1対1の遠隔整体もやっております。そうして私、全国の治療院で初、乳歯髄幹細胞セラピーというのをやっております。これは子供の乳歯から取った幹細胞、体の元になる細胞なんですけども、これを私の生体後、あなたに、点鼻とかネブライザーで取り込んでいただくことにより、私の生体の効果をより高めて、より効果を持続させていくということができます。私の自律神経の生態や乳歯髄幹細胞セラピーにご興味ございましたら、下の概要欄から LINE 登録して私に直接ご連絡ください。必ずあなたのお役に立ちます。そうして私、今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。